はい、どうもスパイダーです。いよいよビッグキャブに交換する日が来ました。さあどうなるかね。もうね、とにかくね、何にも知識がないから怖いとりあえずまずね、ついてる部品を取っていくんですけど、説明書を見ながらねやってるんですが、また老眼で見えないなんかドキドキしながらもマニーホールド、そしてキャブレーターをつけていきますよ。はい、なんかね、この配線とか何この管とかも分かんなくてね、困ったね。ほんとこれ見て、老眼鏡、まあ、やってしまえばね意外と怖いことなくて、最後ねこのエアクリーナーが入んなかったのね。これが硬かったね。とにかく硬かった。だからね、パーツクリーナーとかつけて、はめました。おお、かかりました。エンジン一発でかかりました。この時感動したね。ほんと感動した。よかった。あとはね、ハイドリングの調整、エアスクリーン調整しました。はい、どうもスパイダーです。ね、ビッグキャブをつけて PC20 ですね。なんとなくセッティング終わったんですけど、60キロまで何秒かちょっと測ってみたいと思いますね。いかがでしたでしょうか。初めてね、ちょっと今回キャブをつけてみたんですけど、本当知識がなくてね、今後ねいろんな設定方法があると思うんですけどね、メインジェットとかそういうの変えて、まだまだね伸びるような気がしますので、これからやっていこうと思います。でね、この後はね、ちょっとうちから一番近い港に行きました。ボアアップを終えてから今回ねビッグキャブに交換して、やっぱり断然にパワーが上がりましたね。トルク感も上がりました。が見えてきましたね。小さいね、ここはね。おお、なんか船が止まっててね、いいですねこれ。はい、ちょっと前行ってみましょうかね。今回この市川港っていうの初めて来たんですよね。ほんとこじんまりしててね、あんまり広くないところで、ここはね遠くにね千葉市が見えて、なんか素敵なとこでした。水ちょっと汚かったな、でもまた行きたいかな。はい、